本日は雪ぼや、アルマジロ、おばしさんの3人で一般常識クイズ。すごくやりたくない。いや、前回はね、本当は2人でやったんですけど、今回はちゃんと常識人おばし参戦ということで。はい、真人間です、よろしくお願いします。いや、でも結構難しいですよ。いけます。いや、もうまあどんなレベルなのかもう把握してないけど、2人に負けるとは思いません。おー、まあまあ勝てるよね。雪部屋ってそっち側の人間だったっけ。いや、モラルはあるんですけど、はい、多分人並みに知識がない。あー、なるほど。君も所詮動物側だったか。違うんですよ、違うんですよ。そういうルールとかそういうのは大丈夫なんですよ。ではやっていきましょう。レッツゴーゴー。デデンタあーから読むんだこれ。いいよ、続けて。なんて読むの、待って。タコ直し。あー、タコ直しの代表作。タコ直しの代表作ではないものはどれ。シンキングタイムスタート。はいはいはい、本当に本当に待って、ガチで分からんかもしれん。え、でも待てよ。でもどっちにしろな。え、俺知らないの一個あったんだよな。じゃあ回答オープンします。オープン。はい、俺も蜘蛛の糸ってやつだけ知らないんだよ。ほう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 。それ A だったっけ。そう、これ A ですね。それ多分 A ですね、うん、俺ごめん、それだけ知らないから。じゃあ俺も A で。ごめんなさい、入力ちょっとミスりました。はいはい、全員常識あるってことこれ。え、じゃあ私 A だ。じゃあ行きますね。正解はこちら。ドロン。3人正解。やったね。蜘蛛の糸が仲間外れですね。あー、芥川龍之介なんだ。そうだ、芥川龍之介だ。あー、聞いたことあるわ。芥川さんはなんか水玉ポチャポチャみたいなやつあった気がする。次行こうか。では行きましょう。ね、次の問題はこちら。ダダン。方針給与がある都道府県は。え、これ簡単じゃない。さすがにスタート本文。え、これもだってね、大嬉しいワクワクでしたよ、もうこれ。あ、待って待って、あ、待って、かけてよかった。ごめん、ちょっと待って。はい、はい、では回答オープン。あれ、俺ごめん、大阪って言ったのにキーボード入力いってないんだけど。あ、でもこれマウスで書いちゃった方がいいかもしれない。あ、マウスで書いた。オッケーオッケー。あれ、はい、大阪どっちか迷ったんですよ。大阪か、はあ、兵庫県かでめっちゃ迷ったの。え、大阪っぽくなんか、おばしさんなんて書こうと思ってました。大阪大阪、大阪、はあ、じゃあ大阪か。え、大阪じゃないのかな。では正解を発表します。こ、はいはい、のくだりで私常識ないな。こちら。え、ほら、兵庫なの。ほら、そうなんですよ。そう、え、知らな。ブヤカ兵庫でいけんだ、これ兵庫でいけるんだ。ちょっと、兵庫すげえだろ。それはズルだろ。なんなら兵庫でいけるんだ。そうなんだ、常識ある。どうですか、常識のないお二人さん。次の問題いきましょうね。マジかよ。では次、こちら。ドドン。還暦は満何歳のお祝い。これはさすがに。スタート。え、待って、マジで分かんない。アルマジロが還暦という文字を読めるのか、感動。いや、でもね、おばあちゃんが還暦。え、おばあちゃんは還暦。あれ、ベージュか。どういうこと。わかんねえ。え、何弾けばいいんだろう。何弾けばいいってどういうこと。何を、脳内で何が行われてるの。あなたの脳内で。わかんないの。原数から何か弾こうとしてるじゃん。こうする。わかんねえ。はい、どうぞ。うおー、すごい。マジちゃん。いや、わかん、いや、半分かなって。おばあちゃん、いや、まだわかんないから、まだわかんないから、まだわかんない、まだわかんない、余裕じゃん。なんて、まだわかんない、まだわかんないですからね。いや、ワンちゃんミーの可能性もあるもんね。そう、はい、では行きましょう。マジで。え、おばあちゃんが今80でベージュ。あ、20引かないといけないのか。あ、そこで算数してたんだ。あ、そういうこと。マジで、あの、多分還暦のカウントの仕方そんな複雑じゃない。マジちゃん、むずなんで。これちょっと60歳ですよ、マジちゃん。知識の差ですね。行きましょう、次行きましょうね。では行きましょう、こちら。ドドン。三角形の内角の和は何度。やったね、さすがに。やったよ、ね、タイムスタート。90の半分だもんね、和だよね。助けて。25。もう、あ、オッケーオッケーオッケー、これじゃない。もう20年ぐらい勉強してないよ。はい、20年は持ったわ。では行きましょう、回答、ね、オープン。行きますよ、行きます。よかったよかった。待って、どういう計算方法。逆にどういう計算方
え、まず90を半分で割るんですよ。すると45か。何言ってんのこの人。90の半分は45ね。で何がどうなると75なんですか。3個足したらなんですけど、まあ、ちょっと序盤から間違えてます。25と計算して。あ、なるほどっすね。まあこれはちょっとね、考え方の違い。え、でも75だ。まあでもまだ俺らがやってると決まったわけじゃない。うちらも75かもしれん。そうだよね。不安がりながら言ってますからね、これ、うん。はい、では正解発表いきます。正解は、いやー、かった80度でした。あー、気持ちいい。まじ文系なんでね。常識ある気持ちいい。俺も文系だよ。文系ちなみに。ダリー理系いろよ。うぜえ。次の問題、こちら、ドン。羅生門が代表作の作家は誰？あれじゃあ、はいはいはい、なんて読むの？いや、もう先ほどの方ね、お知り合い。これはハッシー誰？ハッシーも読めないんだ。え、もう涼しい。え、カバーバター、大成さん。オッケー、行こう。合ってるこれらは分かりやすいかな。羅生門ってあれだよね、なんかあのおばあちゃんがあの服剥ぎ取るやつだよね。あの髪の毛とかこうプチプチしてるやつですね。え、そんななん。でも回答オーバン。似たかった。マジちゃん大好きかもしれん。正解はこれ。マジちゃん、いや、似たかったよ。よかった。さっきあの羅生門ですよねとか言わなくて。アルマジロ、ちなみにこれね、はい、A の人太宰治って読むんだよ。うわ、知ってるわ。知ってる。聞いたら分かるな。我が輩の人でしょ。それは違うな。それ夏目漱石じゃね。誰。次行こう。じゃあラス問で、ラスト最終問題、マジちゃんが勝てる見込みがないので、はい、ラスト50ポイント。おお。いやー、確かに50は優勝の可能性あるね。そうなんですよ。確かにある。では行きましょう、はい、ラスト問題はこちら、ドドン。日本の初代総理大臣は誰。あー、よかった。これは大丈夫。サービス問題だ。よかったー。サービス問題でよかった。あー、よかった。はい、福沢諭吉、大隈、藤博、あ、これ知ってるな。うわ、待って。でも伊藤博文はあれやんな、お医者さんやんね。博文はお医者さんだった。お医者さんだった。で、大隈さんは多分侍だから B。 侍だから B って何。血液型の話してる。侍は総理大臣じゃない気がする。はい、答弁。おい、じゃあ1万円誰だよ。大臣だよ。いや、まだ1万円は大臣だろ。分かんないからね、マジちゃん落ち着いて。おい気をしっかり誰だよ。マジちゃん、で、会社の発表です。うん、はい、どうだ。うわー。意味が分かんない。え、お医者さんじゃないの。初代といえばって感じだよな。初代といえば教科書でこの人って感じだった。ほんまに。福沢諭吉じゃ誰なんすか。何の人。ごめん、適当なこと言うと怒られるから分かんないな。せやな。え、じゃあ詳しいわけじゃないから。え、むず。学がないです、私には。あ、ということでね、勝ったのはおやちゃん。はい、はい、おやちゃんでした。いや、ゆきべえに負けたのは耐え。ゆきべえはまだ耐え。いや、今日調子良かったね。いや、私も常識結構ある方だったんですよね。前回マジちゃん強かったんで。そう、私が勝ったんだけど。そう、今回はやっぱ歴史とかだったらまだいけるね。あの世界の知識とかも行ったことないから分かんないもん。私も学がないので、学身につけてから来ますわ。義務教育からやり直してください。太宰治。